これは誰だろう、見る限りダルビッシュとかマー君とかでもないし大谷でもない、なんかちょっと地味なオーラが出てる、地味を笑うな的なオーラが出てるような気がするんですけどね。もしかしてあの方でしょうか。まあとにかくジャイアンツに関してはもちろんですけど、帰国選手交渉の舞台にも立てませんから、もうあとは外から見守るだけですよ。この方がどこに行くのか、始めていきましょう。帰国選手交渉では海外から帰国した選手と交渉して、交渉が成立すればその選手を獲得することができます。他人事ですよ、関係ないから。うん、あんでね、能力が変化してるんで、その能力の部分もちょっと注目してどこに行くのかっていうのを見守っていきましょう。一人だけですよね。あ、やっぱりこの方でした。で、何この BGM 何これこれまで鳴ってない BGM なんでちょっと戸惑ってしまうね。そんなテンション上がるような BGM でもなければそんな選手でもないような気がする。36歳の中継ぎよ。その何をそんなテンション上げることがあるんだろう。ちなみに現時点で交渉を仕掛けてるセリーグチームっていうのが横浜で、中日、ヤクルト、広島、阪神、そしてもちろん我がジャイアンツは参加することはなく、パリーグに関してはあれ、オリックスどうした。なんでお金自体はありますよ。でもやらないってことね。愛がないな。交渉してるのはこのロッテとソフトバンクと西武3球団。セパともに3球団ずつって感じかな。で、平野が希望してる年俸っていうのが3万ポイント。高っ。出た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 。なんか海の向こうに渡ると日本人選手の年俸が急に膨れ上がるパターンね。通用しなくなって帰ってきたんだから、あと年齢的なこと考えたら、リリーバーに年間3万ポイント払う。これ3億円ですからね。バカげてるよ。あっちゃダメだよ。ただあるんでしょうね。いや、もう情けないわ。で、能力の確認っておそらくもうこの画面からできると思うんで見ていくと、あ、こんな感じです。いや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 、まあ使えないことはないんだろうけど、寸前持ちだったりするしね。だいぶ能力も全盛期と比べて衰えてますよ。ほら、すべてにおいてね。海を渡った速球投手。適当他にお前呼び方ないから適当に速球投手とか言うんじゃねえよ、海を渡ったね。そのまんまのことしか書いてないからね。そんな投手の3億円も払う他球団がバカらしくなってきたわ。いつも我がジャイアンツこのペナントじゃなければな、他のペナントになればもうあれ取れこれ取れ精神でこれも取りに行ってたと思うよ。今でも俯瞰的になれるからバカらしく思えるね。他球団がこんなやつに3億円も必要なんかなと冷静になれよお前らっていうある意味ちょっと上から目線でね、絶対ねえわお前こんなの3億円なんでそんな価値があると思ってるんですね本人は。まあ、実際支払われる年俸がどうかって分かんないですからね。ただ一番その本人の希望に応えた球団が選ばれやすいので、さあこの6球団どこが選ばれるのかもう見守るだけですよ。はい、交渉終了といきましょう。まあ、ニュースで流れますね、平野がどこに入ったのか。最終的にヤクルト。どうしてヤクルト一番地獄じゃないですか、あの6球団の中でね。自らヤクルトを望んでいく人っていないと思う。これは偏見でも何でもない、周知の事実ですよ、世論の声ですよ。ヤクルト投手で望んでいく人って誰もいないよね。球場的なこと、あとなんか球団のなんか医療的なこと、よく怪我するんで。でも平野はそこに行くんだね。ポスティング交渉、あ、これもあるのでね、この動向もちょっと見守っていきたいと思います。今回動画ではうちは関係あらへんけどな、ポスティングしてんのはこの2人ですよ。森ゆいてと大島、この2人が行くかもしれないと。森はお前どこ向いとんねん、なんやねんそのウィンクは、気持ち悪い角度が腹立つよ、あとウィンクは。ちょっと平野についてもう一度振り返っていくと、あー3万ポイント、つまりは3億円やね。希望通りの額を払ったんだ。で、複数年契約なので残り2年ある。36歳のリリーバーを単年で3億でねえ契約結ぶこともおかしければ、それでいて複数年契約、いやバカげてるわほんと。これ山田に次ぐやからね、もっと青木とかさ、金徳持ちの村上とか払ったれや。1億円超えが6人で、その中2億超えてんのはこの2人。山田わかるよ、山田も分かんねえな、何この数字、めっちゃしょぼない。あ、なるほどね。こんな数字やったから山田一番出なかったんやわ。FA 権持ってたんですよ、このペナントでもね。でも出ることなかった。セリーグから FA した選手って梶谷だけなんよ。でも動かなかった理由がわかるね。出れへんわ、こんな数字だとね。むしろヤクルトがよう金積んどる方やで、こんなんね。タイミングは良かったよ、ヤクルト的には。いや、だからもうこれまでヤクルトにいた選手は残ってるしね。小川とかもそうやし、あと石山ももちろんいるんでね。流出許してない上に、
まあ、大きい金徳持ちのね、イタリー、村上いて、そして平野の加入。来年のヤクルトは強くなるんじゃないかな。今季の順位ってヤクルトは良いですよ。そんな悪くはなかったけどね。来年以降絶対 A クラス争いに加わってくると思うわ。まあ、でも平野を取ったことがそこまでのプラスになるかといったら、うん、そんなないと思いますけどもね。やっぱロートルなんでね、おかしいですよ、それ。じゃ次、ポスティング交渉を望んでいきましょう。これも側からから見守るだけですよ。ポスティングとは選手が海外球団への移籍を希望した場合に球団が受け入れれば、承認すれば、その見返りとして契約金を獲得できる制度です。どうなの？どっちも、あ、承認されてますね。マジか、あのソフトバンクが意地でも承認しない。あのソフトバンクが承認。自分をさらに高めるために環境を変えてやってみたい。確かに残してる数字は立派で、年俸もすっくそ高いからな。やばない、ソフトバンク。クローザーおんのかな？サファテはもう引退してこのペナントにはいないし、いたとしてもやし。森ゆいと。もうこうやって承認して海の向こうに行く。来年のクローザー誰になるんやろか、ちょっと楽しみやね。ちょ、ソフトバンクはそんな強いないと思うよ。あと FA 選手がさっきも言ったけども、パリーグは今宮と中村晃ソフトバンクからいるんでね、その辺が出ていったらソフトバンク弱体化するよ。能力に関してもこの二人に関しては高いから、まあ通用するんじゃないですか。まあうちとしては中日から一人戦力が抜けて、それでいてソフトバンクも弱くなる。ここまでハッピーなことはないですよ。うちの菅野は残ったしね。ほんと側から見てるだけ、この動画はね。ほんでそんなん撮るんや、へえバカやねーとか言ったり、あ、これ出ていくんやバカやねー、承認なんてしなければよかったのねーみたいなねずっと俯瞰視点でやってます。まあその模様もこれで終わりですね。え、中日の大島選手がポスティング制度を利用し、アメリカリーグへ移籍しました。これどこのリーグかっていうのは実際この画面になってみないとわかんないんですけど、アメリカなんだね。そりゃそうでしょ。アフリカとか別のメキシコとか今の年齢で行くわけねえべ。チャレンジャーすぎるわ、いくらなんでもね。で、中日は契約金として、15,000ポイント。いや、違うな、何万ポイントこれ。15万ポイント。うわー、額えげつねえ。契約金として相当高いやん。そんな評価されとんの？どこの何が取ったんこれ。大島レベルでお前こんなんだったら、西川が実際出てる今このリアル、もっとなんかね、すぐ契約決まってもおかしくない。有原は決まったけどね、その有原も安かったで。なんで大島程度もここまで払うんやろか、意味不明やわ。で、森に関してもアメリカリーグへの移籍が決まって、うわ、20万ポイント高えわ。まあ森は現在もね、能力的にも未来もある選手だしね、わかるけど、いいなぁ。だから菅野がポスティングしてたらそのお金がこっちに入ってたわけ。でもそうなったら菅野はいない。20万ポイント、これ額で言うと20億ですけど、そんなものはいらないかな。菅野がいてくれたらそれでいいよ、俺からしたらね。はい、今回の動画では帰国選手交渉からポスティングまでやりました。で、オフシーズンのイベントは残すは3つですね。FA 交渉、FA 保証、自由契約選手獲得で、次回の動画では FA 交渉から FA 保証まで見守っていく予定。つまりは、次回もただ見守るだけの動画ですよ。他球団の選手が他球団間でどこに行くのか、人的保証でどんな動きがあるのかと、まあ、そこだけ見守る。平和な動画ですね。何なら争いもない、俺からしたら。もう見守ってニヤニヤニコニコしながら、あ、お前こっち来るんか、あ、お前そっち行くんかみたいなね、そんな動画面白いかな、わかんない、でも面白い展開があるかもしれない。だから注目して見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。グググググッバイ。